海ちゃんもぐったりしてた、メグロレンの心身をすり減らした、海の始まり、のハードな撮影現場9人組の人気グループ、スノーマンのメグロレン27が、体調不良で8月15日から活動を休止していたことを21日、所属事務所スタートエンターテイメントが公表した。同社は、医師の指導により上挙げ状を取って療養期間を設けさせていただきましたが、体調も順調に回復し、徐々に仕事に復帰させていただく予定となっております。と現状を報告。 それに伴い、メグロが主演するフジテレビ系の月級ドラマ、海の始まりは公式サイトで8月26日に放送予定だった第9話を一周延期し9月2日に放送予定と発表。26日は特別編を放送し対応することになった。スタート者は今年4月、旧ジャニーズ事務所、現スマイル、アップから所属タレントのマネジメント業務を引き継いだが、嵐が活動休止中の現在、スノーマンは事務所の看板を小人気グループに成長した。 メンバー9人の中で俳優としても活躍する目黒は超多忙な日々を送っている。TBSK の主演ドラマを映画化した劇場版トリリオンゲーム一重引用婦25年2月14日公開が今年3月にクランクアップした後、5月には海の始まりがクランクイン。撮影と並行してグループの看番組である、それスノーマンにやらせてください。TBSK の収録にも参加している。同ドラマの撮影がいかにハードなのかは、 メグロ演じる主人公の恋人役で共演している有村霞す31、がすでに自身のインスタグラムで伺わせていた。それ以前からネット上で激痩せぶりを指摘されていた有村だったが、7月5日に自身のインスタを更新し、日々作品に向き合っていく中で、消費カロリーが多いもので。わら、食事は自分のペースでとっているので、心配しないでね、などと綴っていたのだ。海の始まりは、メグロ演じる主人公が、 7年前に一方的に別れを切り出された元恋人の死をきっかけに自分との間に娘がいたことを知り、戸惑いながらも親子の絆を深めていくストーリーが描かれている。今作を手がけるのは、社会現象にもなった同局のドラマ、サイレント、一重引用婦22年を手がけた村瀬健プロデューサー5 0のチーム。村瀬氏が手がけた昨年放送の同局系ドラマ、一番好きな花は評判が今一つだっただけに、今作にかける思いにはただならぬものがあったようです。 千葉の屋外での炎天下のロケが多いのですが、村瀬氏は演出にもこだわりが強く、現場に立ち会って積極的に意見を出しているそうです。撮影したシーンになかなか OK が出ずに何度も撮り直すこともあるといいます。出演者はセリフを発する際の胸中を意識しての一挙手一投足など、細かい部分まで要求されるそうで、目黒さんも含めた出演者たちはかなり心身をすり減らしてしまっているようです。目黒さん、有村さんのみならず、 天才主役との呼び声が高い泉谷聖奈さん7も撮影に入った当初はかなりぐったりしていた模様です。富士関係者。そんな出演者やスタッフの尽力の回もあってか、毎回、出演者たちのクオリティの高い演技がネット上では高い評価を受けている。TVer などの見逃し配信では放送後1週間の再生数が、第1話が465万回、第5話も408万回を記録するなど大きな反響を呼んでいるのだ。 同ドラマの公式サイトでは、第9話の放送延期とともに、特別編を除いた12話の放送となることが発表された。その一方で平均世帯視聴率は、第2話の8.1%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、イカ道が過去最高。第3話以降は6から7%台を推移している。クオリティが高くても、